皆さんはじめまして、バタフライエフェクトチームと申します。このチームの特色は、指導者の私を含めてチーム全員が発達障害という障害を持っていることです。今回は指導者の私がエントリーした作品をご紹介してみたいと思います。この作品はね、ストーリー仕立てになっていて、ある少年の家から始まります。ある朝、お母さんに今日はスポーツ体験に行くよって優しく起こしてもらうんだけど、外にナビゲーターっていう案内人が待ってるのね。少年の住んでる町にスポーツ施設が新設されたから体験してきてくださいねっていうことで、主人公が5つの施設を訪れるってところから物語が始まります。このワールドは5つの区に分かれていて、それぞれの区にスポーツ施設が1つずつあります。ワールド内ではバスや電車などを利用して施設まで行きます。スポーツ施設に行くとナビゲーターが入り口で待っててくれています。主人公がスポーツ施設を体験していくと、なんか妙な体験をします。プールに入れば頭がグワングワンするし、乗馬や競技場で走れば突然目が見えなくなっちゃうし、弓道場やカヌー競技場では足が固定されて競技しなきゃならないとか、とってもやりづらいわけで、少年はもしかしてこれは障害のある人の気持ちを体験する施設ではないのかなと気づくんですね。実はこの街を作っているのは、最初に案内してくれたナビゲーター自身であって、このナビゲーターは AI ロボットなのね。で、街をとにかくバリアフリーにするっていうことで暴走し始めちゃって、開発した研究者を閉じ込めちゃったりするんだけど、最後主人公の戦いになって、ナビゲーターはね、完全に機能を停止します。最後に主人公は、バリアフリーというのはただ障害を取り除くことではなく、人と人とが手を取り合って生きていくことだよと悟って、ナビゲーターはそれを理解して終わるっていうストーリーなんだけど、ぶっちゃけすごい驚きましたね。小1から小6までの小学生がほぼ大人の助けなしでここまで作れるかってびっくりしました。で、僕ら全員発達障害があるって言ったけど、自分たちのね、その発達障害を訴える先に他の障害を考えて、それを解決っていうのかな、気持ちを考えるっていうことも、この大会のね、テーマであるスタジアムや運動場、体育館などのスポーツ施設とこれと連携をして、利用される施設のある町に住んだり訪れたりすることで、暮らす全ての人々が充実した暮らしをすることができるワールドを開発するってね、ことにね、すごく沿っていて、私指導者としてすごく良い体験を子どもたちからさせてもらいました。皆さんの作品も、教室のみんなも、みんなの作品をすごく楽しみにしていて、皆さんの、ね、ご検討をチーム一同願っておりますって、言っておりましたので、私がね、代わりに伝えさせていただきます。では、皆さん、さよなら、ありがとうございました。